シフゾウは、ホニュコウクジラグーテイ目シカがシフゾウ属に分類されるグーテイ類。本種のみでシフゾウ属を構成する。東道長183から216センチメートル。尾長22から35.5センチメートル。肩高122から137センチメートル。体重オス214キログラム、メス159キログラム。尾は長く。 先端の体毛は棒状に伸長する。俗名ラフルスは、斧のある鹿の意。頸部の体毛は伸長し、縦紙状になる。頭部は細長い。目は大型。鼻光周辺の体毛に覆われないラ出部は大型で、アルファベットの V 字状。四肢は長く、ひづめも大型。眼下部には、周線が発達する。種小名ダビディアヌスは、 フランスの宣教師ペルアーマンド・デビッドに由来する。デビッドは1865年に、南縁の個体を発見し、パリの博物館へ毛皮を送り、その毛皮が、模式標本となって親属新種として記載された。低地にある湿原に生息していたと推定されている。雌雄別々に群れを形成し生活する。泳ぎはうまく、腱部まで水に浸かることもある。草、木の葉。 中水植物などを食べる。繁殖様式は体制。繁殖期になると、オスは多数のメスと群れを形成する。妊娠期間は288日。妊娠期間は9ヶ月前後。1回に1から2頭の幼獣を産む。生後2年3ヶ月で、生成熟する。23年3ヶ月の生存例がある。14ヶ月ほどで、成獣となる。角が、 鹿、鶏部が楽だ、ひずめが牛、オが、ロバに似ているが、そのどれでもないと考えられたことが、名前の由来という説が有力とされる。一方で四不造は、北満州ではトナカイを指す呼称として用いられることも、あった。1865年に、デビッドに発見される以前に、北京の皇帝の狩猟園である南縁の個体を除いて、絶滅した。 1890年代に南縁の外壁が洪水で破壊されたことにより、南縁の残存個体群も洪水による、歴史、飢餓によって、周辺の住民及び疑話団の乱に伴う、狩猟によって、新潮末期に絶滅したと考えられている。ただ、イギリスの王子主の貴族である、第11代ベッドフォード公爵ハーブランド・ラッセルが、自らの所領である。 ウォバーン・アビーへ持ち込んだ個体もあって、ヨーロッパの動物園でもそれらの個体をもとに、飼育下繁殖が進められた。ウォバーンの個体群は1901年には20頭以上、1907年には30頭以上、最大で200頭に達した。1948年に7頭が、ロンドン動物園に、4頭が、ニューヨーク動物園に売却された。 1956年には、ウォバーンで飼育か繁殖された個体4頭が北京動物園に送られている。1985年からヨーロッパで飼育か繁殖させた個体を中華人民共和国で再導入する試みが進められている。1985年に20頭、1987年にメス18頭が難縁のあった北京周辺に ウォバーンで飼育か繁殖させた個体が再導入された。1986年に本来の生息地と考えられている上海北部にある大砲保護区にもイギリスの動物園で飼育か繁殖させた個体39頭が再導入された。1993年に北京周辺の個体がティアンジョウ保護区へ2002年に北京周辺と 大砲保護国の個体がドファン保護区へ再導入されている。2017年の時点で IUCN のレッドリストではエクスティンクトインザワイルドと評価されているが近年は個体数は増加傾向にあり一っなし、獣された個体群が近い将来に確立されれば評価が改定されることが示唆されている。北京周辺での1990年における 個体数は100頭、1998年における、個体数は180頭と推定されている。上海北部にある、大砲保国での1993年における、個体数は122頭、1999年における、個体数は354頭と推定されている。日本では2006年2月に鹿赤多種が、分布域外で移入、定着した例があること。 日本自家との遺伝子汚染が懸念されることから、本種を含む鹿赤カカの構成種が特定外来生物に指定された。日本では1888年にペアが大西上野動物園へ寄贈されたが、オスは1896年に、メスは1898年に死亡した。このペアは1890年と後にもう一回繁殖に成功しているが、 1890年に生まれた個体は、成獣になる前に死亡。後に生まれた個体も成獣になったものの明治時代のうちに死亡している。1936年に四不増が、京都市動物園で飼育されたが、これはトナカイだったとされる。ありがとうございます。